はい、どうも、じゃあ、もう一度、プーサーズの平木曲です。そして、はい、どうも、皆さん、こんにちは。新人ライターのルです。お願いします。お願いします。はい、今回は恒例のね、視聴者の要望に答えてみたシリーズ第6弾かな。はい、6弾。6弾ツイッターの方に来ました、はい、近接攻撃の使い方がいまいちわからないので、どのような場面で使用するか教えてください。特にエレクトラとアリシアがわからないです。まずはじめに近接攻撃とはってとこなんだけど、うんうん、近接攻撃あるキャラとないキャラがいます、うんうん、まあ、これもうみんな知ってるとは思うんだけど、まあ、初心者さんもいるかもしれない。あのギャングでね、あのハンタータイプっていうギャング、まあ、ミカドとアンチが今そのキャラなんだけど、うん、それは近接攻撃がないキャラになります、うん、であとね、あの近接攻撃といっても、あの、うん、じゃあ他のキャラは全部近接攻撃一緒なのかっていうと違くて、うん、発生のね速さとか、あと後突きの長さ、うん、あとあの横幅の長さとかも結構キャラによって違います。奥行きもね、あと、うんうん、まあ、ちょっとそこはね慣れてやっていったらいいかなと思います、うん、はい、ということで、まあ、特に今回アリシアピックアップしてカスタムバトル見せていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ではね、やってきましたカスタムバトル。この目の前にいるジャッジメントがルー君ですね。はい、近接の使い方は大まかに分けてね2パターンあって、うん、その1パターン目が距離を離す、うん、まあこれね、そう、近接攻撃をね、あのした際にひるむんで、うん、まあ、あのそれを当てることによってね、あの接近された時とかに距離を離せるって感じですね、うんうん、まあ、ちなみにこれねダメが押されると、まあ、知ってるとは思うんですけど、まあひるまなくなるんで、近接をしても逆にね、うん、こういう風に反撃されちゃったりとかするんで、うん、ダメガがあるときは要注意です。そうですね、まあ、ただねガード貫通とかがあればね、あのもしダメガが張ってあってもきちんとね近接のひるみを入れられます、うん、いや、あとは何だろうな、うん、例えば相手が近接攻撃仕掛けたいときとかにこうやってステップして近づいてくると思うんだけど、その近づいてきた瞬間に、うん、こんな感じかな、うん、めちゃくちゃうまくいってた、うん、これはちょっと難しいんだけど、まあこれが慣れてくればこういうこともできますよっていう感じですね。そうだね、特にアリシアとかホットとかは、うん、あの結構近接を狙いがちな、うん、あのキャラになるから、うん、そういうキャラクターのねカウンターには使える技なんじゃないかな、うん、結構これ上手い人同士だとこれ結構鍵になってくるよね、この動き、うん、はい、続いては、あの追い打ちで使うパターン、うん、でその追い打ちもね3パターンあるんですけど、1パターン目がステップで追い打ちするパターン、こうね、あの俺はもう今動いてなかったんだけど、こうあの弾かれてさらにその先にステップで行かれて、あの追い打ちされちゃったみたいな、うん、これしかも相手は結構カメラぐるぐるになるからマジで強いよね、うん、大体これあの特にアリシアとかね、うん、アリシアとかインセインでなりがちかな。そうだね、そうだね、うん、で続いて2パターン目、同じく追い打ちなんだけど、うん、あの転倒した時に、うん、あのエイム攻撃から近接をするパターン、これはちょっと GA 挟んだ方が分かりやすい、うん、そうだね、これで転倒します、でエイム攻撃入れてからのこれで近接ですね、うん、あの即近接するんじゃなくて若干ねエイム攻撃を入れた後にやると、うん、まあ、あのさらにね火力が増すって感じのところかな、ね、はい、さらにねもう1パターン最強の追い打ちの方法がありまして、メインディッシュですね、これね、あの壁際にある時に起きちゃうんだけど、やっていいですか。うん、どうぞどうぞ。こうね、あの壁にずっとこう押し当てるじゃないけど、こういう風な感じで今ちょっとね斜めにずれちゃったんだけど、あの角度によってはね、うん、無限に壁はめといった感じでね、あの追い打ちができます。この辺の方が分かりやすいね、こっち角、この角、そう、こういう時ここね、これこれホットスポットだよね。そう、これね、あの近接のね発生が早いキャラでしかできないんだけど、うん、あのかなり強力な技だから覚えておいた方がいいと思う、うん、これ慣れてくるとこのタイミングでね、ちょっとポンポンポンでリズムよくやればかなりダメージが出ますと、うん、はいはい、はい、ではアリシャやっていきたいと思います。はい、うん、まあね、さっきあのお話しした距離を離す、あの近接攻撃と、うん、あとね追い打ちで使う近接攻撃、うん、この2パターンをねランク待ちで実践してくれるということで、はい、なるほど、見せてくれアリシア、見していきたいと思います。ああいますね、アリシアが強いですよこのキャラアリシア同士はちょっと最初に争う意味はないです。うん、レベル上げが優先。あのね、近接攻撃の何が強いってね、あの攻撃力が高いんですよ単純に、うん、攻撃力が高いしひるみもつくからすごく優秀だよね。なんであれかな、ドキドキある、障害物あると話しない、なんかね、俺もいや障害物越しは普通に判定もらえるはず、ね、ちょっと謎だな、ちょっとこの辺でいくか、うん、わーいわーい、いやいい飛距離おかしいこの安心感だよなマジで。あのね、俺が初心者だったら絶対アリシアから始めるな、今だったらすごく使いやすいし、追い打ちします、ラッシュで、さあ追い打ちして、ここはエイム攻撃からの近接かな、ナイス、
な感じかな。もうサクッと倒せるね。さすがの火力って言っていいのかスプリンターだから火力って表現が正しいのか分かんないけど、そうだね、火力っていう表現でいいんじゃないですかね。まあこうやっておっとと転倒の危険性もあるんで、本当はもうちょっと早めにねダメージが立っていけばよかったんだけど、そうで地味にね、あの近接攻撃のタイミングなんだけど、あの体力半分になるとストッパーっていうのが発動して、うん、まあ、あのどんなにダメージを与えてもこのゲームはね体力半分で一度止まるようになってるんだけど、うん、まあ、もしねあのちょっと近接ちょっとエイム攻撃を挟んでから挟んでストッパーをねこう解除してから近接攻撃を狙うっていうのもありだよね。エマちゃんが邪魔、エマちゃんが邪魔。まああのジャッジメントはちょっとこれは何回か近接挟まないときつそう。さあ相手がガードを張ったからこっちもねひるまないようにガードを張っていく。遅かったね、うん、ちょっと遅かったね。あ、ローズもいるな後ろに。あのこのままだとちょっとあんまねちょっと時間かけすぎてローズにやられるのを気をつけた方がいいかも。こういう時はアリシャは逃げれます。そうだね、あのローズとねジャッジメントで2対1、しかもディーゼルも来たから3対1になっちゃうときついから一旦逃げる。逃げます。結構音聞いとくの大事だよね今音だけで3人来てたのあのねローズのファイヤーとディーゼルのなんかなんちゃらわーって GA で飛んできて音が聞こえた。ちょっとブレポ使うタイミングがどうだな、うん、ピュアブリはね結構早めに見えたからすぐ切んないと。そうだね、外しちゃうね。ただもう回復するんでちょっとあの3人のうちどっちか1人は借りたいな、うん、まあでもまあチームっぽくはなさそうだったから、うんうん、まあ適当にね一番厄介なのはジャッジメントかな。そうだね、やっぱね倒す敵はね考えておきたい。あお、これはちょっと見届けますか。同族がお、お茶会使ってくれてる。どうしようかな。お、あこれはでもピュアバリー、あーなるほど、ね、J サイてくれたんだ。あ、いいんじゃない普通に無視しても。ただヒロさんもう一回お金拾えればギャングスキルが貯まるから、ね、もう一回お金拾いたいかな。どうしようどうしようどうしようじゃあ俺ちょっと金拾いとこうか。うん、そうだね、割と強気に言ってもらって。うわー、ダンテが壊してる。うそー、おーっとこれはダメが、おー、いいねいいね、いい発明、ね、で、これで再生切っていいから。オッケーオッケー。お、あのアリシアもう無情吐いてるからいけるんじゃない。いけるいける。おお、これはブレイクボムで転倒させて確定で実装を与えていく。あとは高台のモールかな俺だったら。どうしよう、まあ変わんないか。ジャッジメントが来ていて、ナイス。いやブレイクボム刺さったなどうだった、近接何回か入れられたかな。うん、まあまあまあ入れてない、うんうん、強いねはい、ではやっていきたいと思います。先ほどはちょっとね、うん、MVG 取る動きをね優先しちゃってなんか、あんま近接の使い方が見れなかった気がする今回はちょっとね、うん、まあなるだけ戦っていきたいと思います。ちょっと順位度外視ね、近接合戦みたいんで、そうね、その2パターンの距離を離す近接攻撃と、うん、あとね追い打ちで使う近接攻撃、うん、見たいです、はい、ちょっと頑張りますね。うん、頑張ろう。カジノか。でもあれだね、話してなかったけど追い打ちで使う近接攻撃って結構ね、あのキャラによってはねもう全然使わないというか、うんうん、まあ、例えばねリュウジとかで追い打ちするのかっていう話になってくるじゃんあとステップが短いキャラもいるし。そうだね、まあ、あのまずはじめに全キャラで言えるのは、まあ、ハンタータイプ以外基本的に多分距離を離す近接攻撃は使うんじゃないかな、うん、そうだね。ただ、まあ、他のキャラはまあ場合によるって感じだよね、うん、キャラに応じた本当になんか敵に応じた動きをしていってもらえるかなって思います、うん、一番は。俺結構ねあの近接追い打ちとかで使うキャラだなって思ってるのはあのホットとかインスインとか、うん、アリシアは割と使うかなって思って、うん、そうだね。ちょっとねアリシア過信しすぎて今ちょっとミスったんですけど、わかります、あのちょっと数1メートル足りないとかねよくあるんであれねステップからのそう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 追い打ちねアリシアの過信しすぎちゃいけませんと、はい、さあここでステップから近接攻撃入れていく、壁はめしていく、さあもうちょっといって、はい、いいね。壁はめもね、状況によってはなんか突然なんか相手が、うん、そうですね、近接吹っ飛んだ時に壁になんか追い込まれた時は積極的に、そうだね、追い打ちしてもいいんじゃないかなって思います。いや普段だったらあれ1発しか入んないけど壁のおかげで2発近接入ったもんね、うん、そう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 、吹っ飛び具合によって追い打ちはちょっと変わってくるかな。結構ね近接攻撃使う上であの即判断というか、うん、あのすぐ判断するのは大事だと思う。確かに。
いやいいね、動きも速いから極天くんのレベル上げも速い速い強キャラだからな、アリシアは。まあ初心者さん的にはね、初めは入りやすいんじゃないかな、うん、逃げられるし。そうだね、うん。まあただちょっと銃使うキャラじゃないから若干の癖も感じるところは感じるけどでもすぐ馴染むよ、本当に。うん、はい、この辺でちょっと、まあ、近接キャラっていうのをね、知っておくのはいいかも。お、あそこにディーゼルがいる。ダメージガードをもう使ってるから、バレットがすでにあと3枠しかないって感じで、ヒロさんはね、3枠しかない、こう弱い者いじめじゃないけど、ガンガン狙ってるかな。弱い者いじめじゃないよさあ茶色がめっちゃくねってるけどさあここでステップからの近接入れて、近接のひるみで GA をキャンセルしていく。ただちょっとさあ、あともう一発入るのか、なんとももどかしいぞさあステップして、いやめちゃくちゃもどかしい。さあ GA を入れて、ここは転倒でエイム攻撃入れてからの近接が入っていく大丈夫、あれ避けてるように見えるけど、あれ一見避けてるように見えるけど、あのね、もう近接攻撃を出した時にはね、安定の中だったって感じかな。そんな感じですね。うん、いや強い、あんな感じか。やってか、さっきも言ったけど、近接攻撃はひるみがあるから、ああいう風にね GA をねキャンセルできたりするのも強いよね。うん、うんと、あとこの辺は、いや綺麗だったな。おっと、このエレクトラは、さあただダメージガードを持ってるけど転倒させていく。これは、おっと、あ、これ無償合わせる、いや合わせなくていいと思うよ、多分まだ早すぎるから、別にはここでまだ追いつける。さあヒロさんが果敢に攻めていく。いやこれはもうね、僕からしたらグロいぞです。エレクトラ使いからしたらかなり地獄のような展開。さあアリシアはね、足が速いから追撃もできちゃう。うわー、うまかったね今エイム攻撃からの追い打ちの近接くねるけどね、このサイドが今ちょっとホットが仕掛けてきてたっぽいからいるんだよな多分。やばいな。で残り20秒は再生切ります。いいね、ホット切り、ホット借りたいな。そうだね、まあ、ただあの中央の金庫を守るような動きできればヒロさんが1位でもついでに追われそう。ブレボ無常で最後決めたいと思います。お、うまく決まるのか。さあ誰かが、さあこれは GS されちゃったかな。うわー、マジか。まあ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 、でもよかったんじゃない。はい、確かに確かに、今の感じかなこんな感じ、いや強かった、大丈夫はいはい、こんな感じで大丈夫ですかね。いや、かなり分かりやすかったというか、はい、うん、まあ、実践的だったね。実践的はあんな感じになりますかね、うん、ちょっとでね、視聴者の方に、ね、のご要望でね、エレクトラの近接の使い方もよく分からないっていうコメントがあったんだけど、はい、まあ、これはね、あの追い打ちとかはあんまエレクトラがするキャラじゃないから、距離を離すためのね、カウンターとして、うん、あのぜひ使っていただければなと思います。まあ、さっきのアリシアで一番目のね、距離を離すっていう感じですよね、うんうん、そうだね、近寄られちゃうとずっとね、近接とかに攻撃されちゃうからね、うん、アリシアの場合は。理由としてはでしょ、エレクトラの場合ちょっと後スキーが少しあるでしょ。そうだね、うん、攻撃よりいいじゃないかな、うん、あんまりエレクトラっていうキャラが火力ないし、うん、あとね、壁はめ、まあ、追い打ちの壁はめみたいなのも、うん、近接攻撃の後の硬直でできないキャラクターになってるから、うん、やっぱね、この距離を離すための用の近接としてしか使えないかな、うん、エレクトラは。ってな感じになりますよね、うん、まあ、アリシアは今みたいな感じでちょっとね、実戦踏まえるとちょっとステップのね、距離感のなんかあれとか辻褄とか合わなかったり、うん、してちょっとなんかね、さっき僕がディーゼル戦だったみたいな感じになっちゃうと痒い感じね、痒い感じその辺はちょっとね、慣れていただければもう辻褄ってもう無双できると思うんで、うん、頑張って使ってみてください。はい、はい、では最後に宣伝したいと思います。はい、エイムズなんですけど、ディスコード、ファミ通アップの公式ディスコードにエイムズのチャンネルあります、はい、こちらで僕とりょうくんが生きてます。うん、お願いします。大体毎週木曜日ね、夜遊んでるんで、うん、よかったらね、ご参加の方お願いします、はい、お願いします。はい、あとですね、ミルダンさんにて僕とルークが毎週金曜日と土曜日の19時から配信しております、はいはい、こちらもね、ぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います。それぞれね、ディスコードもミルダンも概要欄が下に貼ってあるので、うん、そちらがチェックしていただければなって思います。はい、ってな感じで今回の動画終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、バイバーイ。